やはり最初にたどり着いたのは君たちか。ついにご対面か。偽物のルーファス、びっくり。本当にまんまだね。ああ、エンペラーの時以上に。ようこそ、もう一人の私。いや、今や偽物のルーファス・アルバレアよ。偽物に偽物呼ばわりされるとは。話に聞いた豪炎と同じく、哀れにも自覚がないパターンなのかな。自分が作られた存在なのは、とうに理解しているとも。だが、ルーファス・アルバレアは、完璧な存在であるべきだ。黄昏における総国に無様にも敗れ、すべてを失った者にはふさわしくあるまい。なるほど。そうやって黒の英士たちをそそのかしたわけか。とんだ茶番だな。そう、これは茶番だ。エルシオンの手のひらの上で組み立てられた脚本に過ぎない。これから君に持ちかけるある提案も含めてね。提案？簡単な話さ。この役割を引き継ぐ気はないかね。今度こそ本物のクロスベル統一国新総統として。はあ、いきなり何を言い出しますの。先ほど講師を偽物呼ばわりしたばかりだが。シリ滅裂、もしかしてバグっちゃった？エリシオンにとっては最初からどちらでも良かったということさ。本物か否かを置いておけば、我々は寸分たがわず同じだからね。ただ二人は必要ない。どちらか一人は残り、一人は消える。そして選択権はオリジナルである君の方にあるというわけだ。やれやれ、なんとも手厚いお膳立てだ。だが、やはり偽物のザレ事だな。この私が、機械知性ごときの軍門に下るとでも思っているのかね。なるとも。これは私にとっては、この上ない好機なのだからな。何？未だかつて何者にも成し得なかった。ゼムリア大陸の統一という大偉業、それをこの手で成すことができた時、私は初めて自らの存在意義を証明できる。世界大戦の先に新たな世界を築こうとした父をようやく超えられる。そうだろう、ルーファス・アルバレア。まさか今さら誇りなどを持ち出すつもりもあるまい。待望を果たすためならば、あらゆるものを捨てられるのが私という人間だ。家も弟も自分自身すらもね。君がそれを選ぶというなら、私はおとなしくこの舞台を降りよう。いずれにしろ、大陸統一はこの手で必ず成し遂げられると確信しているからね。私は君で、君は私なのだから。ルーファス、人間が何なのか私にはまだよくわからない。でも善も悪も羊も生い立ちも、何をしても何をしなくても、何を持っていても何を持っていなくても、その人はその人だよ。理由なんていらないし、誰が認めても誰が認めなくても
そこは変わらない。だってそれが人間でしょ。だからルーファスはルーファスだよ。どうやら返事は決まったようだね。まあ答えは分かりきっているが。ああ、その通りだ。私は私だ。断じて君とは違う。未だあの幻想要塞以前に立ち止まり続ける君などとはな。何？超える超えないなどという次元の話はとうに終わっているのだよ。父は、彼はただ愛する者を愛し、なすべきことをなしただけなのだから。その程度も未だ理解できずに完璧を自称するとは笑わせる。消えるがいい、偽りの私。忌まわしき我が罪の幻影よ。新たに歩み始めたクロスベルに、この大陸に、そのような存在は必要ない。その顔で父の器を語られるのも、そろそろ不愉快になってきたところだしね。ルーファス。まったくもって同感だぜ。とっとと片付けるとしようぜ、筆頭殿。おっさんが残していった宿題をよ。閣下の子供たちとしての最後の、そして未来へと進んでいくための。ミリアムちゃんとセドリック殿下がこの場にいないのは少し残念ですが。まあ古株たる我らの役目ではあるだろう。私たちも忘れちゃいや。雇い主と同じ顔っていうのはちょっとやりにくい気もするが。むしろ存分に全力を出せるというものですわ。やれやれ、またとない好機をみすみす手放すとはな。やはり君はもはやルーファス・アルバレアではない。ならば今こそ私がオリジナルとなろう。大陸統一という大望を果たし、人々を導く時代の指導者として。さて、お遊びはこれまでだ。ナイツ・オブ・リベル。そんじゃあばよ。一緒に遊ぼう。こっちこっち。どこに取るの？ごめんね、もうお別れの時間なの。それじゃあないし、ものの剣行くぞ。仕上げと行こう。降り注げブルドガングレイン。初期モーテルミラージュ、チャンスです。ディクターさん、お願いします。了解だ。はい。イカズチよ。ぶちかまそうぜ。バイエットレシ。さーて、一気に。はっ。覚悟はいいかな。さあ、行くぞ。
見切った。このまま押し切るとしよう。うん、了解です。はっ、はい、やっ、荒ぶる風よ、我が剣に宿る。行くぞ。東押せ、そこだ。行きますわよ。まだまだこれからですわ。プリズムキャリバー。やるしかない。へっ、はあ、こいつで終わりだ。完璧を体現するこの私か。だからこそだろう、敗北を知らない。故に私は勝てなかった。完璧なんて脆いものさ。もう一息だ、このまま。盛り上がってるわね。イリア・プラティエ、ギョーザークの戦いは。アリオさん、アゲウェ。そちらも無事に乗り越えたようで何よりだ。この人は本当に。今は後だ。それよりもこちらも佳境みたいね。アスモダインは撃破されたか。その割に舞姫殿は妙に楽しそうな様子だが。これだけの大舞台のクライマックスだもの、全力で楽しまないと損だし、彼らにも失礼ってものだわ。こうなったらあなたにも最後まで付き合ってもらうわよ。なるほどな、これが本物ということか。いいだろう。電子反応増大。これは魔鋼騎兵たちに供給していた霊力を全て。いよいよ本気というわけか。来るがいい、これが最後だ、ルーファス・アルバレア。いいだろう、ルーファス・アルバレア。ユーシス、リン君たち、支援家諸君も力を貸してもらおうか。いいでしょう、全力でサポートします。リーシャも頼む。行きます、イリアさん。そして今こそあなたを取り戻させてもらいます。いいわ、全力で来なさい、リーシャ。宵闇の舞の最終幕、思う存分堪能させてあげるわ。我が舞は無限、去りゆく者をも手向け。眠れ、永遠に明けぬ夜に抱かれ。そこです。しないし物の剣、行くぞ。仕上げと行こう。クリストソゲブルドガングレイン。万物無天、無は有にして有はまた無なり。1、2、
我が太刀は無。見えた。滅却、我が太刀は無。見えた。
それでこそイリアさん。やりやがったく。しっかりしてください。リシャなんとか戻ってこられたみたいね。ただいまリシャ。あの仮面も破壊できたからな。市内に満ちていた負の霊力も薄まりつつあるみたいです。やれやれ、なんとかなったってところね。リーシャありがとね、私を取り戻してくれて。おかげで私も大切なものを取り戻せた気がする。でもついにリーシャに追い越されちゃったわね。いくら戦いは専門外とはいえ、こうなったら武術なんかも本格的に始めちゃうかしら。もうイリアさんは本当に、でも本当によかった。たく、ほんとブレねえ姉さんだぜ。ええ、やっぱりイリアさんはイリアさんね。これが敗北。いくら完璧を妄想と本物には勝てぬということか。どうだろうね。実際のところ君と私にさして違いがあったとは思えないのも確かだ。少し前の私だったら、ここまでの全てを翻して二つ返事で申し出を受けたかもしれないしね。ルーファス、あなたという人は。明暗を分けたものがあるとしたら、ほんのわずかな経験の差なのだろう。幻想要塞での絶対的な敗北、あの時味わった頬の痛みや、ここに至る短い道中なども含めての。理解不能だな。珍しいこと言うな。いや、本心かどうか怪しいよ。でも旅ってそういうものなんじゃないかな。ああ、多くの出会いと経験が
一回りも二回りも成長させてくれる。それがたとえ短い旅路だとしてもね。そうなんだ。でもよかった、これでようやくクロスベルを取り戻せたんですね。ああ、だがロイドさん、シュバルツァも何しけた面。待てよ、そういや、ルー、いや新ソード完全に機能を停止する前に答えてもらいたいことがある。彼とゼロの鬼神はどこに行ったんだ。そういえばここまで一度も姿を見かけていませんでしたね。状況を考えれば町の防衛に出てこない理由はないはず。だったらどうして。残念だが君たちに勝利はない。時間だ。一体おい、リーン教官、これは何かが来る。地震か。いや、この凄まじい霊圧は南の方角から。サオ様、あれが我々の目をもかいくぐり建造されていたものですか。甘かった、ここまでの代物だったとは。あれがこの装置で隠していた。ええ、情報操作で行方不明になったガルガンチュア級に列車砲、そしてタングラム要塞を解体して完成させた最終兵器。まさしくシンギュラリティの産物か。くそ、この世に生み出していいもんじゃねえだろ。
晴らしい。あれこそが超高度機械知性のシンギュラリティの産物か。さあ、存分にデータを取らせてもらうとしよう。さて、ご覧いただけたかな。あれにそびえ立つはクロスベル統一国の、そして大陸の恒久平和の象徴となるもの。ケラウノスによって全ての悪を滅ぼす世界最後の兵器にして史上最高の抑止力。その名は坂島のバベル。かの巨頭のお披露目をもってここにゼムリア大陸の統一を宣言する。こうして話をするのは先の再独立の決定合議以来になりますか。こたびの再占領における早期の都市解放、お見事というほかありません。さすがはあなたの苦難を乗り越えてきたクロスベルの方々、感服いたしました。それならばすでに我が国は準備を開始しています。あの大戦に間に合わなかった戦力をすぐにでも動かせるくらいにはね。
ええ、もちろん承知の上です。それでもあのような宣言があった以上、断固たる対応に動くのは国家として必然でしょう。次なる裁きの地はカルバード共和国バラティエ空軍基地。天の雷は一切の躊躇も区別もなく、かの地を怪人と化すだろう。次の国限は1700。統一国への賛同、各国首脳には改めて賢明なご判断を期待する。共和国軍の総司令部である主要基地がはっきり標的と宣言されたのです。むしろ本来ならば実際に被害を被った帝国が真っ先に動くのが筋ではないでしょうか。もちろんそうでしょう。非公式だが、それなりの人員も集まりつつあるようだ。ですが、お分かりですね。共和国の協力を断る以上は、帝国の正規兵力も協力できない。そしていよいよ国限が差し迫った場合、共和国は独自にでも動かざるを得ないと。ならば結構。要請さえあれば共和国軍はいつでも動けます。どうかお早めのご決断を、マクダエル議長閣下。
させない。黒幕が本当に大陸に恒久平和なんてもたらそうとしているかはわからない。でも大陸中の人を人質に取るようなやり方で無理やり世界をねじ曲げようなんて、こんなやり方で世界が一つになんてなれるわけがないわ。そんな奴にみんなが守ってきたものを好き勝手になんて絶対させないんだから。その通りだ。そのために俺たちは戦ってきたし、何度でも立ち上がってこられた。どんな壁が立ちはだかっても、今回だって同じだろう。ああ、俺たちトーレス関係者も今俺に起きている異変も含めて何としても解決してみせる。俺を大切に思ってくれる仲間たちと、これからも前を向いていくためにも。いやって言ったの。あなたたちに力を貸すなんてごめんだわ。間違いしないで、相手がルーファスだって同じ。私が手を貸すんじゃない、むしろその逆よ。今回の事件の中心にはエリュシオンがある。だったらその解決は元管理者である私の使命であり責任だわ。つまりこの場じゃ私が一番の当事者なの。そこを履き違えないで。むしろあなたたちこそ全力で私に協力してもらうんだから。よくないの、大切なことじゃない。
そのあたりは我々に任せてもらおうか。鳥かごの一件のお詫びと受け取ってくれてもいい。ミシュラムから軍も引き上げるので改めて楽しんできたらどうかね。ご配慮感謝します。一発殴りたくて仕方ありませんが。
ロイド・バニングスって言ったわね。うん、やっぱり間違いない。かつてエリュシオンの制御が奪われる直前、私は最後の未来演算をした。その時この人のことがちらっと見えた気がするの。心配しなくても、別に死んだところを見たとかじゃないわ。かなり断片的で、なんとなくだけど、今回の事件、その裏にある真実、解き明かせるとしたら、おそらくあなただけよ。うん、あなたにしか条件を揃えられない。見えたのはその結論だけで、どうやってそこに至るかもわからないけど。